はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんはございます。おむちゲームズのおむちです。ということで、今回なんですけど、ちょっと緊急でね、動画回してるんですけども、はい。じゃ、今回ね、プロスピセレクション夏のヒーロー、まあ、セレクションの第3弾的な感じでね、なんか松坂大輔さんとコラボしてるセレクションがね、来るらしいんですけど、まあ、そこでね、なんか無料10連もね、あるらしいんですけど、今回なんかね、松坂選手の公式の YouTube のコミュニティでね、なんか、おもらし情報があったということで、今回そのね、選手たちをね、ちょっとね、紹介していきたいと思います。でも早速ね、見ていきたいと思うんですけども、まずね、オリックスですね。はい、というわけで、まずオリックスなんですけども、オリックスはね、おそらくね、吉岡雄二さんですね。はい、吉岡雄二さんは過去にね、まあ、楽天では登場してるんですけど、多分今回は、まあ、オリックスでね、登場すると思います。能力はね、多分変更はあると思うんですけど、まあまあまあ、そうですね、どのように変化するかがね、ちょっと楽しみですね。まだ能力の発表はね、まだ全然、多分その日になんだけわかんないと思うんで、まあ、金曜日ですね。はい。まあ、楽しみにしたいと思います。ということで、続いてね、ソフトバンクですね。ソフトバンクはね、今宮健太選手ですね。こちら現役ですね。現役も来るんですね。僕ずっと OB しか来ないかなと思ってたんですけど、全然現役も来るらしいですね。ということで、ソフトバンクは今宮選手なんですけど、まあ、いつのね、能力かわかんないですけど、まあちょっとね、今後ね、まあ、去年もセレクション出てますし、まあちょっと強いね、今宮選手をちょっと期待したいと思います。はい、ってことで、続いてね、西武ですね。まあ、西武はね、今回そのセレクションの主役のね、松坂大輔選手ですね。松坂大輔選手はね、まあ、プロスピのね、でもリアタイ的にはね、正直そこまでなんですけど、まあ、中日バージョンがね、ツーシーム持ってるってこともあって、もしかしたらね、今回ね、セレクションで出るってことで、ワンチャンね、ツーシーム持ちとかも来てくれたりしてもいいのかなとね、個人的に思ったりしてますけど、まあね、今後どんなような能力で来るかちょっと楽しみですね。次、楽天ですね。まあ、楽天はね、マー君ですね。はい、田中将大選手。マー君もね、まあ、いつの時代のマー君で来るかが全く想像つかないんですけども、まあ、こちらのね、ツーシーム C とかのマー君とかで来てくれたら激アツですけどね。まあ、もしかしたら、ま、ワールドスターとかね、セレクションとかの、まあ、まあ、プロスピレアのリアタイではね、あんまりちょっと強くないね、マー君かもしれないですし、まあ、いつのマー君来るかがちょっとまだわかんないんですけど、まあ、楽天はね、まあ、マー君ですね。続いてロッテですね。ロッテもね、現役のね、中村翔吾選手ですね。中村翔吾選手はね、多分セレクションはね、初登場かなと思うんですけど、まあ、結構ね、守備も高くてね、まあ、まあ、そのね、出る登場によってはね、守備 A も狙える翔吾さんがね、出るかもしんないんで、まあ、個人的にはね、楽しみですね。続いて、日ハムですね。日ハムは斎藤佑樹選手ですね。斎藤佑樹選手はね、去年の OB も出たんで、まあ、すごくね、短い間隔で出ることになったんですけど、斎藤佑樹選手はね、去年出たやつでは、まあ、全道打ちですし、まあ、一応ね、ツーシームフォークに超大ピンチもあるんで、まあ、それなりにはね、結構強いと思うんですけども、まあ、言えて僕、ハム純正なんですけど、まあ、そこまで必須級ではないかなっていう。まあ、もちろん来てくれたら嬉しいですし、まあ、狙いの一人だなっていう、個人的には思いますね。まあ、能力もね、もしかしたら変わるかもしんないんで、まあ、ちょっと楽しみにしてる選手の一人です。はい、続いてね、ヤクルトですね。ヤクルトはね、初登場のね、荒木大輔選手ですね。ちょっとね、写真がなくて、ちょっとプロスピでね、出なかったんで、ちょっと一応ね、ちょっとモザイクかけとくんですけど、荒木選手ですね。まさかの初登場。僕、ヤクルト純正もやってるんでね、ちょっと荒木選手は嬉しいですね。まあ、現在、日ハムのね、コーチも確かやられてますしね、ちょっと個人的には、荒木選手の登場はめちゃくちゃね、嬉しいですし、やっぱ甲子園のね、やっぱ大ヒーローの、大スターのね、一人だと僕は思ってるんで、まぁ、ちょっとこの松坂選手とのコラボセレクションでの登場はすごくね、嬉しいですね。はい、続いてベイスターズですね。ベイスターズはね、筒香選手です。皆さん。まさか無料でね、筒香選手がもしかしたら手に入るかもしれないと考えるとね、僕はもう今からワクワクが止まりません。はい。まあ、僕使ったことはないんですけどね、僕の友達によるとね、めちゃくちゃ打ちやすいらしいです。はい。まあ、アーティスト合格だし、まあ、今までもね、ずっとワールドスターで登場したんですけど、まあ、それがね、今回セレクションで、しかもね、無料で手に入るかもしれないって考えると、まあ、すごいですよね。まあ、能力はね、まあ、多少変わるかもしれないんですけど、まあ、おそらくね、やっぱアーティストで、合格の方はついてくるかなと僕は思ってます。はい。まあ、ついてほしいです。なんなら、コナミさん、お願いします。というわけで、筒香選手です。はい、というわけで、阪神はね、藤川選手ですね。藤川選手はね、2年前にね、
OB で登場したんですけど、まあ、その時はね藤川セレクションかなって出たんですけど、まあ、その時からねストレートが火の玉ストレートになりまして、まあ、リアタイではね球が浮き上がるんですごく強いっていうね、もう藤川選手を出せばとりあえず打たれないみたいな感じなんですけど、まあ、その藤川選手がね、まあ、出るってことで、まあ、これもねもしかしたら無料で手に入るということを考えるとめちゃくちゃ激アツですね。これは本当に、まあ、もしかしたらね違う能力かもしんないけど、まあ、多分ね 98% はこの藤川選手じゃないでしょうか。多分、まあ、広玉ストレートにスプリット2種持ちでツーシーム、まあ、これはねマジで強いです。本当にもう本当にね狙いの選手の一人ですね。来てくれたら。はい、続いて巨人ですね。まあ、巨人はね、桑田選手ですね。まあ、桑田選手もね、やっぱ甲子園の大スターというイメージが、まあ、今回ね、ほんと甲子園の大スターがやっぱ来るイメージですね。やっぱ松坂選手のセレクションというわけで。まあ、松坂選手もね、やっぱちょっと野手的にはきついんですけど、まあ、もしかしたらね、能力も変更してくれるかもしれないですし、まあ、どのようなの、ね、能力で来るかね、すごく楽しみな選手ですね。はい、続いてカープですね。カープはね石原選手ですね。まあ、石原選手も過去に何度かね登場してるんですけど、まあ、石原選手もね、まあ、ちょっと使ってみたいなっていう、はい、まあ、ちょっと能力的にはちょっと渋いかもしれないんですけど、まあ、ちょっとねもしかしたら能力も変更されるかもしれないし、まあ、ちょっと期待しておきます僕は。はい、はい、最後中日ですね。まあ、中日はねこちらも初登場の安藤英二選手ですね。まあ、安藤英二選手がね、今回初登場ということで、まあ、甲子園のスターですし、まあ、あとね、僕個人的にはやっぱね、ちょっと、水曜日のね、ダウンタウンのイメージがすごく強いんですけども、まあ、安藤選手がね、まあ、登場してくれるということで、まあ、能力もね、まあ、ちょっとね、リアタイ的に使えるかどうかはちょっとわかんないですけども、どんな能力で来るかちょっと楽しみですね。はい、というわけで今回緊急でね動画回してね、緊急で急いでね編集したんですけども、まあ、ちょっとね、なんか、緊急すぎてね、まぁ、ちょっと僕の動画がね、うまくね、回ってなかったりしてるかもしんないんですけど、まとまってなかったりしてるかもしんないんですけど、まぁ、お許しください。すいません。本当にね、急いで動画撮りました。ちょっと楽しみすぎてね、今週の金曜日ですね、多分登場は。なんですけど、まぁ、まず無料でね、弾けるんで、まあ、誰でも弾けるんですよ。もうめちゃくちゃ楽しみです。まぁ、個人的には、やっぱ、筒香選手と、藤川選手あたりが来てくれたらね、もう、ほんと泣いて喜びますね。まだ能力はね、確定してないんですけども、まあ大体ね、過去で登場した能力みたいな感じかなと僕は思ってるんで、はい、まあちょっと期待していきたいと思います。ぜひ皆さん、欲しい選手がね、いればね、コメントの方をお願いします。あと、チャンネル登録と高評価もしてくれたらね、めちゃくちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、ぼっちー。